非全国佐賀鍋島藩士、山本城長が武士としての心得を口述し、それを同藩士、田代貫元が出録しまとめた。全十一巻、葉隠れとも、葉隠れ聞き書きとも言う。鍋島秘書、葉隠れ論語賞。葉隠れの、イチ本、1939年大木洋道館、本来、葉隠れとははかげ。 あるいは、墓毛となって見えなくなることを意味する言葉である。ために、影の方向を大義とするという説。さらに、西行の参加集の葉隠れの和歌に由来するとするもの。また一説には、常長の夜前には、学士という柿の木があったからとする説などがある。葉とは、ことの葉言葉を意味するとも言われている。葉隠れは、一般の武士を対象にした。 武士道論ではなく、藩主に仕える者の,の心構えと佐賀藩の歴史や習慣に関する知識を集めたものであった。江戸時代には、公開がはばかられ、一部の人々にしか知られていなかった。朝ごとに桁いなく、死しておくべしとするなど、常に、己の生死に関かかわらず、正しい決断をせよと説いた。法術の武士道というは、死ぬことと見つけたり、 の文言は有名である。同時代に表された、大同寺共山、武道初心集とも共通するところが多い。江戸時代はじめ、幕府の意向で中央に近いところでは、儒教的な服従と秩序と規律の価値が重視され、武士は役人としての仕事に約束していた。しかし江戸から遠ざかるにつれ、教養のある人々のところから、もっと鬱屈した人間たちのところへ行くにつれて、 中央の思想とは違った感情に人は出会うこととなる。名誉心は一層俊厳なものとなり、中誠神は嫌が上にも賛美され、単に有用なだけの才能を警部することをもって、良しとする風があった。死が身近であった戦国の精神がそこには生き残っていた。山本城長が九州の片隅、非善で最もラディカルな武士道の書、葉隠れを口述し得たのは、 そのような背景がある。文中、鍋島半祖である鍋島直重を武士の理想像として提示しているとされている。また、高信様、姫根様など随所に竜蔵寺氏と鍋島氏を併記しており、鍋島氏が竜蔵寺氏の正当な後継者であることを強調している。当時、主流であった山賀祖皇などが提唱していた儒学的武士道を、 情報風の付け上がりたる武士道と批判しており、忠義は山賀の徳うに、これは忠であると分析できるようなものではなく、行動の中に忠義が含まれているべきで、行動しているときには、しぐるいであるべきだと説いている。赤穂事件についても、主君、朝野長典の切腹後、すぐにあだ打ちしなかったことと、老師たちが、吉中を撃った後、 すぐに切腹しなかったことを一度と批判している。なぜなら、すぐに行動を起こさなければ、キラヨシナカが病死してしまい、仇を打つ機会がなくなる恐れがあるからである。その上で、情報集は、知恵はあるため、人から褒められるやり方は上手だけれど、長崎喧嘩のように、無分別に相手に突っかかることはできないのであると、表している。この考え方は、 主流の武士道とは大きく離れたものであったので、藩内でも近所の扱いを受けたが、徐々に藩士に対する教育の柱として重要視されるようになり、鍋島論語とも呼ばれた。それゆえに、佐賀藩の趣旨学者、小賀国道は、佐賀藩士の学問の不熱心ぶりを、葉隠れ一貫にて、今日のこと随分ことたるようと批判し、同じく佐賀藩出身の大隈重信も、 古い世を代表する考え方だと批判している。また、葉隠れは、関東に、この前十一巻は、家中にすべしと述べていることもあり、江戸期にあっては長く密伝の扱いで、覚えれば、火に投じて燃やしてしまう気概と覚悟が寛容とされていたと言われる。そのため原本は、すでになく、現在はその写本により読むことが可能になったものである。これは、 山本城長が6、7年の年月を経て座談したものを、田代貫本が綴って完成したものと言われ、あくまでも苦伝による秘伝であったため、覚えたら、家中に区別、燃やすよう記されていたことによる。二人の初代面は宝永七、常朝52歳、貫本33歳のことという。浮世から何でらうか山桜城長白雲やただいま、花に尋ね、 筆らもと1906年3月23日、聞き書き1.2を中心に分量を5分の1ほどにした中村薫一辺、葉隠れが刊行され、天皇に献上された。この展覧と野木マレス家の遺構を借りて、1911年2月15日には、鍋島ロンゴ葉隠れと題名を変えて再販された。そして、を有名にしたのは、 佐賀出身の軍人たちの活躍であった。1932年1月の佐賀軍北川福村、新出身の小賀伝太郎連隊長の戦士、同年2月の爆弾三遊士の戦士、同年3月の空間少少佐の死を、1932年3月、非前師団五冠三号が、は隠れ精神の発露と題して以降、は隠れは、中空愛国精神のシンボルとなった。 明治中期以降、アメリカ合衆国で出版された英語の書、武士道が逆輸入紹介され、評価されたが、ニトベの徳、武士道とも大幅に異なっているという菅の革命の指摘がある。戦後、軍国主義的書物という誤解から一時は、禁書扱いもされたが、近年では、地方武士の生活に根ざした書物として再評価されている。戦後、 葉隠れを愛好した先中派文学者で純文学の三島幸雄は、はがくれ入門を大衆文学の竜慶一郎は死ぬことと見つけたりを出している。両作品はいずれも葉隠れの入門書として知られ、各新調文庫で再刊された。また、葉隠れは、書星術、ビジネス本としても使用され、もともとは藩に属する。 方向人の心構えを説いたものであるが、葉隠れには、書生術のマニュアル本としての一面もあり、会社勤めの現代のビジネスマンにも重なるところが、共感を呼んで、葉隠れに取材したビジネス書も出版されている。葉隠れの記述の中で、特に有名な一説であるが、葉隠れの全体を理解せず、ただとある目的のためには死を厭わないとすることを、武士道精神と、 解釈されてしまっていることが多い。実際、太平洋戦争中の特攻、玉砕や自決時にこの言葉が使われた事実もあり、現在もこのような解釈をされるケースが多い。しかしながら、そのような解釈は全くの見当違いである。武士道というは死ぬことと見つけたりで始まる一節は以下のようなものである。原文二つの場にて、 早く死ぬ方に肩つけばかりなり。別に死災なし。胸すわつて進むなり。二つの場にて図に当たるようにすることは及ばざることなり。我が人なる方が好きなり。多分好きの方に理がつけべし。分かずに枯れて馬たらば腰抜けなり。この境危う吹きなり。図に枯れてしたらば気違いにて恥にはならず、是は武道の丈夫なり。 毎朝毎夕、改めては、死、常住死に身にせえている時は、武道に自由を得、一生落ち度なく、過食をしかすべきなり。現代5明けどちらにしようかという場面では、早く死ぬ方を選ぶしかない。何も考えず、腹を据えて、進み出るのだ。そのような場で、図に当たるように行動することは難しいことだ。私も含めて人間は、生きる方が好きだ。 おそらく好きな方に理由がつくだろう。図に外れて生き延びたら腰抜けである。この境界が危ないのだ。図に外れて死んでも、それは気違いだというだけで、恥にはならない。これが武道の根幹である。毎朝毎夕、いつも死ぬつもりで行動し、いつも死に身になっていれば、武道に自由を得、一生落ち度なく、過食を全うすることができるのである。 は隠くれは武士たちに死を要求しているのではなく、武士として恥をかかずに生きて抜くために死の覚悟が不可欠と主張しているのであり、あくまでも武士の教訓を説いたものであった。ありがとうございます。